も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は乃木坂46の幸せの保護色、出たばっかりの曲をこのウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみます。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半はあの独特のノリ、ゆったりした中のこのまったり感を出したかっこいいバージョン、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。ウクレレ音楽で、ウクレレで音楽やるのね、めちゃ簡単なんですよ。ぜひ皆さん、あのね、音楽っていいでしょ、なんかやってみたいなと思ってる方多いと思うんですよね。でも私無理だな、不器用だなという思ってるそこのあなた、ガズレレではですね、そんなもう音楽経験ゼロの方があっという間にウクレレで音楽ができるプログラムを用意しております。そしてもう世界中の方がバンバン始めております。皆さんも続いてください。もうちょっとしてここにリンクあります。このリンク先の上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるわけであっという間です。いきますよ、ここにリンクありますよ。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが撮りためたありとあらゆる音楽がもう1200曲以上のウクレレレッスン動画として、簡単レッスン動画として上がっております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアアニメソング、映画の曲、どんな曲でもウクレレで簡単に弾いて歌えちゃいます。どんどんやりましょう。うん、で今のこういう時期にこの音楽を始めるっていうのはいいきっかけだと思うんですよ。皆さんちょっと人生の中で豊かに音楽する時間ぜひ始めてください。それでは早速やってみます。乃木坂46の幸せの保護色、まずはシンプル簡単バージョンやってみます。1,2,幸せはいつだって近くにあるんだ、保護色のようなもの気づいてないだけ。 I find it will be good, I found it, I know well, I find itIn my heart, やっと見つけた。僕にできることは君にヒントを出すこと。幸せとは簡単な見つけ方。悲しくなった時は思い出してほしい。幸せはいつだって近くにあるんだ、保護色のようなもの気づいてないだけ。 I find it will be good, I find it, I know well, I find itIn my heart, やっと見つけた。せーの、乃木坂46の幸せの保護色、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いい曲ですね。これはなんかこう、
ね、もう歌詞がすごい。保護色みたいにね、普段の中に埋もれてるんですね、幸せはっていうね、まさに私がいつも思い知ってることでございます。皆さん大いに歌っていきましょう。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットバージョンです。2番やりたい方、2番やるとね、フルコーラスできるのかな。コードはですね、一緒ですんで、2番の歌詞とか書き出して、自分だけで楽譜作ってください。今のガズレレショートカットアレンジで一緒に YouTube でできた方も、やっぱ自分で書いてですね、ご自身だけで演奏できるようになるのがおすすめでございます。その時の参考になるように、メモの参考になるように私のノート見ていただきますということでございます。これ今イントロなんですけど、こうやっててこれくるっと下に囲ってるやつあるじゃないですか。これは後半やるかっこいいバージョンではこうやって弾きますよということで、これは案内なんで、今は上の段をやりました。これ後で解説していきますね、下の段は。はい、そういうわけでこれ一時停止でさっとメモっていってください。そして見づらいなと思った方は動画のテロップを一時停止して書くのもいいと思います。はい、どうぞ。はい、はい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 、いいですね。はいはい、ここが B メロですね。ここがかっこいいよね。ここはい、B メロがあって、でここサビで、ちょっと皆さんちょっとここ注目なんですけど、この行、英語の I found it、 あ、ここの I found it、 ここの1行だけちょっと都合上ですね、この尺が短くなってます。この尺がこの半分になってますんで、動画のテロップを確認した方がいいと思います。ここは要はこの長さがこういう風になってますからね。こういう風に。はい。この一行だけです。ちょっとここも詰まっちゃってですね。はい。それでこのブリッジパートは普通にして、やります。このブリッジパートは、もうワンブロック2個ずつコードがずいずい入ってくるやつなんで、思ったより忙しいやつですね。はい。この辺のこの下に書いてあるやつも後でまた解説してみますんで、こんな感じでやります。そしてここサビで戻ったということになっております。はい。そしたらまず出てくるコード行ってみましょう。今のシンプル簡単バージョン、これですね。行ってきます。C、A マイナー、F、D マイナー、D7。E7、G7、Em7。この超入門、これね、いっぱいあるかなと思うんですけど、これめっちゃ入門コードなんですよ。コード8個ですね。はい。これも皆さん、何回かガズレレのこと見たことある人はもうご存知の通り、これです。ドーン！ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレを始めた方が一番最初に覚えてもらいたいなというね、コードのグループなんです。だから必須。まず覚えましょう、この必須コード。で、グループだから、いくつかあります。10個あります。10個もあるのかと思うでしょ。でも1個ずつ見たらこれ簡単。これも1個のコードですよ。これも1個、これも1個。はい。このようにね、1個ずつ見ると簡単に覚えられるんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるからね。私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説してます。ここにリンク貼っておきます。この動画を見たらね、10個のコードスイスイ覚えられます。もう親戚とかね、3兄弟とかそういう風にね、キャラクターとしてコード覚えちゃうのがおすすめなんです。そこで話してますね。ぜひ見てください。それ10個覚えたら今日はそのうちの8個ですから、まあほぼ出てくるんでね。まあ覚えて、どんどんコード覚えましょう。したらこっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは1個コードを追加していきます。A シャープというコード。これはね、ちょっと初心者の人、最初押さえるの難しい。ここに2ブロック分出てきます。さっきは D マイナーで、シンプル簡単バージョンは D マイナーでアレンジしたんですけど、これ A シャープの方が響きがいいんでね。じゃあこの A シャープ、どこか貼っとくんで、ちょっとこれ見ながら。まず押さえる場所。ここでございます。ここ。で、ここ2つだから、こう、ぐっとこんな風に。こんな風に反り返るぐらい、ギュッシュッと押さえてください。はい。で、ちょいちょいと立てる。こんな感じですね。はい。ね、慣れた方はこれ、こうやって1フレット全部押さえてこうでもいいですけど、まあ最初のはこんな感じでいいのかなと思いますね。A シャープ。これちょっとね、厄介な。ブリッジパートで出てくるね。これ押さえていきましょう。はい、リズムなんですけど、曲の全体のリズム。これがですね、迷うところでございまして。今日のガズレレかっこいいバージョンは、ドン。8ビートのチャでやろうと思います。これね、よく聞くと本当は16ビートなんですよ。なんで、ちょっと、参考程度に16ビートバージョンのデモ演奏もちょっと後でやろうかなと思うんですけど。まあ、ひとまず、ガズレレのかっこいいバージョンは8ビートのチャというリズムでやろうと思います。こんな感じ。結構この曲、ゆったりしてね、こう、なんていうのかな、ゆったりしてるんですよ。結構スローなんですよね。スローなんだけど、ちょっとこう勢いがあるっていうか、元気があるという。なんかちょっと不思議なムードのある曲で、なんかちょっとね、こう、ヴィンテージっぽい、感じのね、ちょっと上品な感じの8ビートのチャだと思うんですけど。あと、B メロではですね、涙が頬、これカッティングという奏法を使うと思います。こんな感じ。涙が頬に溢れて見えるか。これ、パッパッパって止まるでしょ。これ、左手で止めてるんですよ。ほら。触って、パッとこれ。C でやると、C を弾いといて、触ると音止まるでしょ。これで、音をカットしてるわけ。見えなかったけど、タッ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 。ここの手をね、ムニムニ動いてる。見える？こ
これ動いてるでしょ。これで締める、これカッティング、これはちょっとね、なかなか難しい技なんですけど、ちょっと難しい方はここは、ダン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 って元気にやってもいいと思うんですけど、まあカッティング、一応挑戦してみましょう。ということで、この2つの弾き方今日はやろうと思います。8ビートのチャット、カッティング。この2つの弾き方は、ここのリンク行ってください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から、8ビートのチャット、カッティングちょっと練習してみてください。カッティングはですね、さっきも言ったように脳トレとして、ゲームとして練習するのがポイントでございましてですね。はい、こうやって止めるとか、こうやって練習方法、その動画であるんでやってみてください。あと、8ビートのチャはですね、いつも言ってるんですけど、その8ビートのチャの基本となる、8ビートというリズムができてから8ビートのチャになります。まず8ビートはこんな感じ。8ビートのチャは、打楽器要素を使う。これはですね、だから8ビートができてないとかっこいい8ビートのチャにはならないんで、そんな感じでさっきのリンクのところでリズムの勉強していきましょう。そしてこのマーク出てきます。この矢印マークはシンコペーションといってリズムが前にスコーンと入ってくるということでやってるんですけど、何箇所か出てくるんですけど、今回典型的に出てくる場所ってブリッジパートで一箇所で、あとキメの中に入ってくる感じで、まずはそのブリッジパートのところをやってみようかな。ブリッジパートの後半からいます。ワン、ツー、スリー、フォー。悲しくなった時は思い出し、ここはい、悲しくなった時は思い出してほしい、わかった。 E でこうリズムがスコーンと G7 が前に突っ込んできた矢印、こんな感じで使われるんですけど、今回ね、この決めで使われることが多いです。まずね、イントロの中の最後のフレーズでやります。ちょっとイントロやってみようかな。ワン、ツー、スリー、フォー。わかった。 C F G 7ダンダダンダダン、 F と G 7が前にゴンゴンと入ってくる。 C F G 7はい、もう一回ダンダダレダダンダダン、 C F G 7はい、ダンダダンダダン、はい、こんな感じで入っていきます。あともう一箇所、サビの前でちょっとこれ結構難しいのがあります。カッティングやってる B メロのところの後半のところです。せーの。涙が頬に溢れて見えなかったけど、次ね、このぬくもりはもしかしたら幸せは、ここね、今の結構連発だったでしょ。まず G7 から F 行って Em7 行って G7、もしかしたらのところです。この後半からやってみるね。このぬくもりはもしかしたら幸せは、はい、ゆっくりやると、ワン、ツー、スリー、フォー。もしかしたら幸せは、はい、もう一回いきます。せーの。 G7F Em7 G7、 ダダダダ、決めですね。これはここはちょっとね、難しいかな。もうちょっとゆっくりやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。もしかしたら幸せは、こんな感じです。 G7F Em7 G7、 ダダダダ、こんな感じの矢印、決めが入ってきます。ここちょっと難しいですけどね。これでサビにドーンと流れていくところがかっちょいいやつなんで、ちょっとやってみてください。で、かっこいいバージョンの最後で、まだこの矢印のフレーズです。最後のフレーズは1個つけます。こんな感じです。ラストのところいきます。 I found it in my heart、 やっと見つけた。次です。はい、いきますよ。 CFG7C、 これはエンディングでつけます。 C とは F が食い込んで G7C、 またこの矢印マーク出てきましたね。はい、このエンディングのフレーズをつけて最後ビシッと締めていこうかなと思います。はい、こんな感じでエンディングをビシッと決めてやっていきましょう。この曲はですね、結構ダンサブルな曲で、こう8ビートのチャンなんですけど、こうグイグイ勢いがあるっていうよりは、ちょっとこう一歩引いて、このノリがいい、踊れる感じのビートの感じがやっぱりね、似合うかなと思う。やっぱね、プロモーションビデオでもやっぱみんなメンバー踊ってますからね、やっぱあれがキーワードかなと思います。そしてやっぱ歌詞の内容グッときますね。幸せ目は保護色みたいになってて、やっぱね、気づけないんだよね。そこをこうか、そんなことも考えながら一つの音楽の形にして、自分のこのちっちゃいグリからこう出す、素敵ですね。はい、ではやってみましょう。乃木坂46と幸せの保護色、ガズレレ流かっこいい場所やってみる。
だろう。いつの入りか置き忘れたの。ああ胸の奥何度も問いかけてきた思い出のその中にあるかもしれない。涙が頬に溢れて見えなかったけど鼓動ぬくもりをもしかしたら幸せはいつだって近くにあるんだ。宝飾のようなもの気づいてないだけ。I find it very good. I find it I know well. I find it in my heart. やっと見つけた。僕にできることは君にヒントを出すこと。幸せとは簡単な見つけ方。悲しくなった時は思い出してほしい。幸せはいつだって近くにあるんだ。宝飾のようなもの気づいてないだけ。 I find it will be good. I find it I know wellI find it in my heart. やっと見つけた。46幸せの保護色ガズレレレかっこいいバージョンやってました。8ビートバージョンでやっぱちょっといいですよね。こうグックとこう力強い感じでこう、ね、ゆったりね、なかなかこの歌詞の内容とこの相まってメロディーラインもなんかこうちょっとヴィンテージ感溢れててね、ちょっとおしゃれな曲だなと思いました。で、さっきも言ったんですけど、これ本来16ビートでもいいかなっていう感じなんですけど、ちょっとサビで16ビートバージョン、弾いてみます。こっちのノリがいいなという方はもちろん16ビートできる方はやってみてください。いきますよ、サビね。ワン、ツー、幸せはいつだって近くにあるんだ。宝飾のようなもの気づいてないだけ。 I found it will be true. I found itI know well, I find it in my heart. Yeah, I'll be together. Say.のジャガジャンという感じで16ビートバージョンの方がよりパーンこうなんていうかなこうダンサブルな感じがあるんですけど、まあまあ8ビートバージョンでも十分あのノリは出せるかなと思います。はい、16ビートバージョンで16ビートできる方はぜひ16ビートバージョンでもやってみてください。さあ皆さん音楽楽しんでますか？こんな時だからこそ奏でたい自分だけのこのウクレレから出る音楽、これね、ほんといいですよね。ほんとね、だから僕たちにはね、ほんと音楽があってよかった。まだ知らない方にぜひこの楽しさ教えてあげてください。ガズレレ YouTube もぜひご活用くださいね。よろしくお願いします。さあ、最新情報。今使ってるこのウクレレ。これガズのわがままウクレレと別のベトナムで作ってるですね。もうオールタンバーのめっちゃ音いいでしょ、いつも。これね、ほんと、これの今事前予約注文販売が行われております。お届けはちょっと7月になっちゃうんですけども、最高のものをお届けできるように今ベトナムで日々、モジャ君とインターン生とベテラン人スタッフが毎日毎日作っております。ぜひ皆さんご興味あったらここちょっと見といてくださいね。ガズのわがままウクレレよろしくお願いします。あとはいつもお伝えしているようにこのねコンサートウクレレも入るガズレレのリュックサック、これも本当に多大なるご注文をいただいておりまして本当に嬉しいです。これはですね本当によくできてまして、これしっかりした分厚いね楽器用のこの分厚い緩衝材が入って、これ中にいろんなポーチが入ってるんですよ。脱着可能な。これは譜面台入れたりとか、なんかね、ギタースタンドだったり、このちっちゃいポーチもあります。これ脱着可能な、このポーチはチューナー入れたりとか、そんな感じでまずこう横にも持てるし、
リュックサックにもなるし、はい、プリントも入ってます。こんなのとか、まあ、このガズレレの帽子だとかね、あのね、そうです。あの、アプリがあるんだ。ガズレシピというアプリがあります。これもね、もうパワーアップしてます。これはスマホとかタブレットにぜひ入れといてください。そしてですね、この、いつも私が言ってるリットミュージックのこの本、大好評なんですけど、こっち今ちょっとアマゾンで売り切れになってます。アマゾン以外の、EC サイトで売ってますんで、でもこれ大ヒットで今5万部ぐらいに迫る勢いなんですけど、いよいよ出ます。6月に。この本、赤い本が6月出ますよ。今予約。開始中ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。そんなことすべてガズレレ .com ホームページに載っておりますので、ぜひともこのガズレレ .com ホームページチェックしまくってください。私ブログも書いてますからね。そのブログもいいこと言ってんですよ。よろしくお願いします。こんな時だからこそ音楽やりましょう。僕たちには音楽があってよかった。よろしくお願いします。ガズレレ YouTube 引き続きよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。